三井住友銀行は、従来の店舗よりも機能を絞ったストアという小型店舗を報道陣に公開しました。三井住友銀行が設置を進めている小型の店舗です。入り口にはドアのない開放的な作りになっています。店内にはカウンターがなく、資産運用業務に注力するということで、相談のテーブルが並べられています。このストアと呼ぶ小型店舗は、振込や口座開設などは行えますが、行員は直接現金を扱うことはなく、保険や投資信託の販売などの資産運用や相続に関する相談業務を担当します。これにより従来の店舗よりも1店舗あたりコストを年間およそ1億円削減できるということです。三井住友銀行は2025年度末までに現在およそ400ある店舗のうちおよそ250店舗をこうした小型店舗に転換する計画です。